皆さんこんにちは、ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。今日はこの大好きなバナナについて役に立つ情報をお届けしたいと思います。このバナナ、日本で生産されているのはもう 1% も満たず、ほぼ 100% 外国から輸入されているって言っても過言じゃないですよね。そんなバナナの安全性なんですけど、この辺にある何かの数字を見ることで分かることができるんです。このバナナが一体どのように作られたのか、化学肥料を使ったのか、それとも有機栽培なのか、遺伝子組み換えなのかどうか、こういった情報をここに書いてある番号を見るだけで分かるんです。今日はそちらについて解説することで、皆さんが安心してバナナを食べるお助けができればなと思っています。では早速農林水産省のホームページを見てみましょう。このバナナのシールに書かれているコードを PLU コードと言います。ではその PLU コードについて農林水産省のホームページから見ていきましょう。17ページが PLU コードについて書かれたページになりますので、まずはそのページに行きます。PLU コードのページに来ました。 PLU コードとはプライスルックアップの略で、商品価格識別番号と呼ばれるものです。これは世界共通の番号で、通常バラバラで流通する野菜や果物など流通の段階で管理を行うために用いられており、アメリカをはじめヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、南米などでよく使われています。この PLU コードですが、その桁数や頭に使われている数字を見れば、野菜や果物がどのような工程で生産されたか知ることができます。オーガニック、有機栽培されたものには4桁の数字の頭に9が記されています。遺伝子組み換えの場合は8を記されています。また4桁の数字の最初が3もしくは4で始まっているものは、化学肥料を使用した一般的な農法で作られたものです。頭の文字を見るだけで、このようにどのような過程で製造されたか分かるようになっておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。また先ほどの農水省のページに書いてあったんですが、PLU コードは IFPC のウェブサイトで詳しく検索することができるそうです。今日紹介した以外の数字で書かれていて、気になるなっていう数字がある方は、ぜひこちらも活用してみてください。ただ、英語で表示されるので、ちょっと分かりにくいかもしれません。今回は2種類のバナナを買ってきました。これがメキシコ産です。ここに回転部が見えますか？ここは3203です。逆にこう、このスミフルさんは特に何も書いてないんですけど、こちらはホームページを見るとどんなところで生産されたかっていう情報が載っていました。気になる方はぜひ見てみてください。この他にもバナナだけではなくて、キウイ、これ人気のデスプリキウイです。キウイやパイナップルとか他の輸入フルーツにもこの番号は記載されています。デスプリも見てください。ここに書いてあります。やっぱり私、仕事として農園に行くことが多いんですけど、栽培方法が生産者さんによって大きく違っています。除草剤は体に蓄積して本当に良くないから絶対に使わないんだっていう生産者の方もいらっしゃれば、結構大型の農園で除草剤とか化学肥料を使っていかないと生産が追いつかないから、まあ最小限で使っているとか、こう農家さんによって化学肥料や有機肥料の選び方が全く違っています。なので私もこうフルーツを見ると、これはどんな農園で育ったのかな、体にとって大丈夫なのかなっていう風に気になるようになったので、このように食の安全性について気になっている方はぜひチェックしてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この他にもレモンがシミやニキビに効くという実証した動画や、またなんと
あの甘い桃やマスカットを無農薬で栽培されている農園さんのレポートなどもしております。今回の動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録して覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。